crazy. I'll be too. はい、前回ね、ワクチン生成をすることができましたので、今回はね、ラスボスに向かっていきますか。ラスボスっていうか、第3形態がね、ここでね、ちょっと、ガチャガチャってやっていこうと思います。薬液を散布します。人生って常に人となり合わせなんだなっていうふうに思ってるね、と思いまして。ちょっとね、中学校の時のね、部活の顧問が、まあ、最近亡くなりましてですね、まあ、そのお通夜に行くところになったんですけど、まあ、なんか急にね、中学の同級生から、なんか、ブルーホース久しぶりって来て、ブルーホースっては言わないけどですね、本名でね、ブルーホース久しぶりって来て、そっからね、しばらく LINE が来ねえわけですよ。ん？って、なんだ？そしたら、なんか10分か20分くらいしてから、ちょっと待って、そんなのが積極的、ちょっと待って、目の前にバッキチクチククソったれやろうや、ちょっと待って、どっちもいけん、どうしよう、ファッキンファッキン、ちょっと待って、抜ける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 、やばいやばい、いるしいるしいるし、あーくそ、あんなとこに行きやがって、人が気持ちよく話そうと思ってたのに、抜ける抜ける抜ける、おいるっけ、いない、大丈夫、いるならいるで、かかってこない、 OK、 じゃあちょっとここでメールだけ見させてもらって、ね、でね、ほんと何年ぶり、もう5、6年もっとぶりかな、10年近くぶりだと思うんだけど、僕ね、自覚があって、小学生、中学生の頃の同級生、僕はほとんどのやつら嫌われてるっていう自覚があったんで、でしかもその、LINE 送ってくれたやつはね、僕をバスケに誘ってくれたやつだったんですよ。バスケやらへん一緒に誘ってくれたやつだったんで、やつだったんですけど、あれですわ。そいつもね、多分ね、俺のことそんなに好きじゃないんだろうなって思ってたから、なんか連絡が来て、で、まぁ、ちょっとその、顧問の先生亡くなったっていう連絡があって、どうせいついつでどこどこでやるからって、で、まあ、そっからなんかね、いろいろやれてるから、で、僕ね、当時住んでた家が小学校から、まあ、大学生くらいですかな、住んでた家っていうのが、まあ、賃貸だったんで、で、一応もう最終的には50何年かな、60年くらいあったのかな、もう雨漏りしまくってやばいあれだったんだけど、そっからね、なんだったっけな、だから、何年か、2、3年家出てってから経って、で、久々にその家をね、行ったら、もうね、家跡形もなくなって、木っ端みじんにされて、で、見たこともない、なんか要塞のような家に建ってて、なんかベンツかなんか泊まってて、うわ、金持ち来たんだなっていう、すごいわびしくなったというか、寂しくなったというか、虚しくなったというか、ね、っていうのがあって。そしたらね、そいつがなんか、ちょっと、まあ、ちょっとした昔話の小話になった、なって、で、あの家は俺にとっても大切な思い出だったとか、なんか急に解雇し始めて、そんな風に思ってくれてたんだと思ってね、俺てっきりな、もう嫌われてるから、もうなんか最低限の連絡だけあって、もう終わりなのかなって思ったけど、でも冷静に考えてみればね、そのね、嫌われてたらそもそもその亡くなったっていう連絡をわざわざね、僕なんかするわけがないもんね。っていうことを考えたら、まあ、そいつには嫌われてなかったんじゃないか。リンウイルスの確認と、かすかな希望を今覚えていたいっていう感じね。さ、これがさっき何パーとか前、2、3パーとくらい前かな。に、ボイスメモに残ってたやつ。それのあれだね、ムービーバージョンってやつだね。そのさ、先生が亡くなるっていうその連絡を、まあ、受け取る直前っていうか2週間くらい、なんかね、やったらね、バスケをその出身中学でやる夢を連続で見たんだよね。だからもしかしたらその虫の知らせだったのかなっていう気もして、なんかちょっとさらにね、なんかこう感慨深い感じで、小学校中学校高校とずっとバスケしてたけど、まあちょっとね、小学校の先生はもう卒業してから何の関わりもなくなっちゃったからなんだけど、高校の先生がね、もしね、そういうことになったらしい、あんまりね、ちょっと正直いい思い出がなさすぎて、
まあ、そうですか、お二人申し訳ありません、ね、すごい失礼な話かもしれないね。中学の先生はね、まあ、何かをその人から教わったっていう記憶は、まあ、正直ない。今のと、G ウイルス、まあ、うまくね、放任してくれたっていうか、自由にね、いろいろとさせてくれたっていうのがあって、逆にそれが僕にとって良かったっていうね。まあ、当時ね、中学生の男子なんてさ、みんな大体ね、反抗期というか、中二病発動しまくってるから、人の言うことなんか聞きゃしねえんだよね、教育なんかっていうね。教育されたところで、お前の言うことなんか聞くかボケみたいなね、そんなね、性格っていうか、時代、年代だからさ。いろいろとね自由にさせてもらって伸び伸びと成長にができたっていうのがまあ僕にとっては良かったのかなと思うけど、ね、だから中学校の時のバスケが一番楽しかったかもしれないな。大会も多かったし、大会通じてとか選抜チーム通じていろんな友達ができたっていう経験もすごい良かったし、うん、中学はなんだかんだ多分一番楽しかったな。まあまあそれ技術的な部分で言ったら高校が一番も熟成されてたと思うけど、でもここはね、なんかね、変な話さ、チームで勝ちたいっていう思いはあるものの、今めっちゃ固まったのになんか一瞬ね、ねえ、なんかやっぱ、ちょっと、まあ、実際今大会勝ち上がれたけど、公立高校の割には。でも、なんだろうな、自分が思い描いてたバスケのやり方じゃなかったっていうのもあって、うん、あんまりね、まあ、勝てるバスケやれるんだったら別にいいんだけどさ、なんか、うん、じゃあ技術的っていうか、個人の、プレイヤーのレベルとして磨かれたかっていうと、って感じだよね。これ手は何なんだろうな。これ何？心臓？よくわかんないな。うん。ね、まあその先生がね、亡くなったことがきっかけでまたこう懐かしの人らとこう会うきっかけだから、同窓会みたいなものって行ったことないんだよね。なんか別に昔の友達とかに会おうっていう気があんまり起こらなくて、別にいいかな。だから、なんだっけ、まあ、1回目の同窓会になるものって、どっちかっていうとさ、普通に同窓会やろうぜっていうよりは成人式だったりするじゃん。で、それ地元のね、小中高のいずれかのその自分が一番思い出のあるところに行って、二十歳、イエイイエイみたいなのすると思うんだけど、僕はね、そういうのなくて、そもそも成人式に行ってなくて、まあ、ギミスで行けなくて、ちょっとその時に、高校のコーチやってた時に、その大会と丸かぶりだったんで、大会のね、重要な試合の、公式戦と当たってたんで、まあ、行くことはできなかったんだけど、まあ、じゃあちょっとこれアイテム整理だけさせてもらって、どうしよっかな、まあ、こっからちょっとボス戦なんだけど何を持っていくかだよね。あっしまった、教会まであったんじゃん、余ってない。あーしまったな、マグナム、あーやっちまったもったいねー。まあいいや、ショットガンもね、うん、でこんだけ弾余ってたらあれだな、多分こうはしまくってんな。もうなんかこういうもったいないことをしてる気がする。マグナム全部いらない気がするもんね。なんかね、ちょっと待ってね、アイテム整理したらこのままボス戦に挑んでいこうと思います。少々お待ちを。違う、マグナム全部使わなくてもなんかショットガンと火炎放射器だけでいけそうな気もするけどな。どうしようか、もうめんどくさいし、発し、うん、します。よし、じゃこれで挑みましょうかね。自己破壊行動を実行します。一旦ここでセーブはしない。もう次にやったらいいかな。どうしようかな、施設封鎖を開始します。進んじゃいます。この赤いやつのめっちゃ気になる。またなんかすごい一瞬画面重くなったけど、忘れ物したか。しばし待ちを。せっかく作ったのにね、ちょっと持っていかないのもったいないから。あ、でもまずはね、もやし作そうか。
100くらい残ってたら最後に意味が出てくるところで普通に、うん、いけると思うから、じゃあはい、さよなら、帰りまーす。帰らせねー、べえ。 G 第3形態がなんだかの一番かっこいい気がするけどね。またお前か、かい力になる。どいて、私がやる。終わらせなきゃ。カイリキ、あの時で船でなんか200キロあるんだっけ、体重ね。どういうつもりだ。許してみる。ね、硫酸が一発で倒せるんだったらこんな楽なことはねえわな。ウェー、実際どうなんだろうな、クリア編で硫酸弾で ぶち込んでったらどのくらいでやられるのかな、それは気になるところだけど、まあまあ、でもな、火力的に言ったらやっぱりな、なんだかんだでレオンの方が強いんじゃないかっていう気もするんだけど、そこら辺は何もかもアンブレラのせいよ。どうだろう、あんたもそうだ。どっちの方が楽なのかな。アンブレラの人間だ。個人的にはね、あのね、タイラント戦はさ、最悪ダメージ与えられなくて、あの全然、ね、2分半だったっけ、例えば、ね、最初から全部ロケランがブッピーって落ちてくるから問題ないと思うんだけど、 G4 の場合は弾尽きたら戦えなくなるもんね。あれ時間制限確かなかったでしょ。時間制限ないっていうか、その時間が経ったらなんかロケランが来るとかそういうのないから、本当に体力的にぶちをのめさないといけないはずだったから、なんか G4 の方が個人的には苦戦した記憶があるけどな。そんなビリアム、そこら辺はやっぱりプレイヤーの腕というか好みというかね、思考になによって変わるのかもしれないけどね。僕はやっぱ G4 の方が苦手ですね。確かに G ウイルスは作ったわ。でもこんなのは想定しよう。なんかおばちゃんが語ってるんだけど、ね、握りつぶしておしまい。よう生きてるよな、この壁ドンされてさ。ただの研究者じゃないよ。鍛えてる。おばちゃんもね、外に出すわけにいかないよ。卓上だ、自分で作り出したんだ。自分でなんか始末つけなきゃいけないと思って、まあ始末つけようとしてユースだね、ねべってくれたんだけどね。さてさて、さあどうなるか。意外とね、この G3 もね、攻撃の範囲が広かったりするからね。とりあえず燃えろー勇気や、じゃあ何、全然違うわ。違う、勇気やポンポンじゃねえわ、まあ、とりあえずね、ここ燃やし尽くして、どうしようか、全部使う、それはそれでもったいない気もする。ショットガンってどこまで入ってるんだろうね。目玉、目玉、目玉、どうしようか。こうなると背中をどう打ちのめすかなんだよね。打ちのめすか、ぶち、ぶち、痛い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 、油断するとこうなる、油断するとこうなる、いいけど、よよ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 、ドーン、背中、当たってない、やばい、これ、背中、あちゅ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 、やばい、ちゅちゅちゅ、どこ行った、あぶね、背中、よし、オッケー、あ、ちょっと待って、武器の切り替えがうまくいかない、武器の切り替えがうまくいかない、ちゅ、もったいね、ダメージ。もったいね、全然ダメじゃん。武器の切り替えが全然下手だった。へこむわね、へこむわね。おめめペロペロ。逃げろ。燃えろ。あ、ちょっと届かない。そりゃそうだよね。くそ。これはね、逃げるというよりはね、向こうに向かってった方がよかったんだよ。こっちこっち。使う。ひゅい。どう待って、そんな強い、激しい、よしくれてる、勝ってる、勝ってる、おめめペロン、おるおめめペロンチョ、オッケー、背中、オッケー、あと一個、大きいの、山大きいの好み。こんな予定ではなかった。こっち装備しといて、とりあえず、
牽制、牽制、OK、全然牽制できてない、痛ぇすんかつく、はい、あー、火炎砲、あーじゃあね、じゃあ燃やすか、おら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 空炎爆笑、おら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 、このネタ知ってるやつ、なかなかな、マニア2、逃げろ、ふぅ、これをやったってことは第三形態、あれでもここ剥がすんだったってここじゃなかった気がするけど、飛んできた、あ、ちょっとちょっとちょっとプレゼントフォーユー、ドゥーン、オッケー、あ、え、あ、あ、なんか違う、なんか違う、 G 第一形態もこんな倒し方したけど、え、なんか違う、そうじゃない、求めてたのと違った、あ、そう、うん、了解しました。じゃあ、いい時間になっちゃったので、どうしよっかな。そしたら、ちょっと、アイテム回収だけして、一旦、パート区切ります。なので、連続撮りします。はい。連続撮りをさせていただきます。ちょっと待って。まだアイテム残ってるね。はい。アイテム回収だけして、ちょっと G と寄り添って、一旦ここで区切りたいと思いますので、ぜひね、この戦い、なかなか白熱したぞ、ベイベイと思っていただけた方はね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押していただけたら嬉しいです。アイテムもこれで全部回収かな。大丈夫かね。はい。じゃあちょっと焦げた G を見ながらですね、コンパと終了とさせていただきます。ではまた次回のパートでお会いいたしましょう。次回、最終回。では、お疲れ様でした。